今回は学マスの夏コミの女王は誰だに対するネットの反応を紹介します。夏コミの女王は誰だ。イチャラブから売春もいけることねか。あまあまお姉ちゃんプレイのりなみか。マニアック快楽漬けのヒロか。アサリ先生なんだよな。藤谷売春はキャラを理解してなさすぎて抜けない。エロ同人なんて作者も消費者も9割アップだしな。彼らは属性という情報だけで抜いている。初代女王も本人のパーソナリティに沿って作られたわけじゃないので無力な正論って感じ。冬コミの女王鹿島とか元ネタはめっちゃ良い子だからね。そもそも SX しまくる時点でアイマスのエッチ同人誌はキャラ崩壊から離れられない。目に見える範囲で性欲ぶつけられまくってるのはアサリ先生とリナミ、アングラなところ大規模で覇権握ってるのはヒロ、あとはコトネが気持ち多いくらいで大体トントンに見える。観測できる範囲ではヒロ、普段アイマス書いてない細いキャラ好きからも需要が高い。あえて手まりにベットするね。普通に対抗馬として申し分なしなんだよな。手まりはカラセホン。チナとマオは地味に需要が絶えないタイプだと思う。リーリアとスミカだとリーリアの方が多そうだし、エロ需要最弱はスミカか。スミカは聖域。マオは量より質だと思ってる。まあまたの解釈違いから解釈一致という砂金を探す作業が面白いみたいなところあるから、とにかくまずは数よ数。シャニで言えば子がタンやめぐるやさややせんゆきみたいな明らかにエロな女がいる感じじゃないのよな。でも女王になったのがその子たちじゃなくてマドカだからな。シャニの子がタンたちが女王になれなかった理由って正直そこだからな。かわいそうや無様な扱いもできる方面に盛り上がってこないとクイーンにはなれない。時期的に出てもコピー本だろうから取り付きやすいヒロでしょうな。マオに対する熱がすごい人も結構見かけるし、女王はないにしても割とありそう。まあ女王になれるか否かはゲームを特にプレイしていないスーパーライト層に刺さるかどうかなので、そうなってくるとヒロでしょ。圧倒的にヒロだろうな。大手色漫画家たちの食いつきがすごい。ヒロはここ最近の細いキャラ需要を一手に受けられるからな。太いブームの昨今の希望の星よ。ぶっちゃけ獣王会長が初期プレイヤブルだったら会長が一番強かったと思う。何があれかって、ブルーアーカイブ系の同人作家が学マスにかなり転んでいるんだけど、ブルアカのジャンルコードは夏コミだと1日目なんだよ。で、アイマスは2日目だから1日目のブルアカスペースに大量の学マス本が出るかもしれない。深く刺さり具合なら先もよく見る、だがエッチって感じではないんだよな。手まりもそうだが先も養殖系で強そうだ。梅の方は姉からの逆 NTR か補修組ってのをエアプが拡大解釈しての枕系かな。SNS のヒロブームはデレマススタート時にみんなこぞってアンズ書いてたのに近いものを感じる。単純にピクシブのイラスト数がめちゃくちゃ多いのはヒロとことね。R18 率となるとまた変わるだろうけど、そもそものイラスト数が多いキャラはそっちも多いだろうからこの2人は強そう。ちょっと気になったから現時点のシブのイラスト数を調べてみた。の中は R18 のみの枚数ね。篠の差はヒロ940-246、藤田琴音623-91、月村手まり348-33、花見咲309-35、姫咲里奈美287-69、有村真央231-30、桂木リリア221-42、倉本千奈169-20、シオンスミカ118-21。ヒロがあまりにもダントツで笑ってしまった。なんかこういろんなやつが集まってる。普段は割となりを潜めてるよな。勢とかも結構いる印象。同人の数で言うなら大体この順番だろ。イナゴは人気キャラに集まるし、人気ないやつはファンも寄りつかないからより両極端になるだろうけど、確認してたらなぜか藤田がめちゃくちゃずれてたんで4人も追加しつつ、一応修正藤田琴音623矢印740、ネチョアシャサト6118、旗闇鈴326、花見梅6062、中央瀬名222、枚数のヒロ、R18 率のことねか。ゴロ向けニューデカ養殖適正のアイドルいないし、今年の夏はあんまりなさそう。冬にヒロと琴音がめっちゃ増えそう。アサリ先生は名前からしてね、絶対タイトルに男アサリが含まれる作品出てくるぞ。ご会長とかありそう。嫌な言い方だけどエアプでも盛り上がる属性ついた子が女王になる。そういう意味では藤田は強そう。イナゴとか言うけど書くのも大変だし、エロ創作に文句言うやつは完璧な解釈のを書いてくれって思うな。下手でも解釈一致なら誇れるぞ。根本的に黙認されがちなだけで、大体の作品でガイドライン上はそもそもそういうのあかんよ言われてるって場合多いし、それは通じないんじゃねえかな。まあ学マスのガイドラインどうなってるかはわからんが、別に二次創作嫌いならそれはいい。
問題は二次創作好きで読むし増えろっていう割にゲーム理解浅いってキレてる人。そういうこと言う人が二次創作たしなむのか、にはなるな。イナゴが来るってことは立派なイナゴが育ってるって意味でもあるしな、気持ち的にはうんってなっちゃうけど。まあイナゴ言ってるやつだってコンテンツに飽きたら離れるんですけどね。NTR とかそれに類するやつとかやりすぎハードエロとかじゃなきゃいいや。エロの話するとどうしても広い害が弱すぎるというか、こう、エロをかけるほどこじらせてるやつに好かれる素質を持ってるやつがあいつ以外いないというか。今更だけど夏コミの女王ってすげえ不名誉な称号だな。有明の女王とどっちがマシやろうな。雑に扱って良いかも女王になれるかのポイントだからな。ねえ夏の女王とかってもしかして不名誉？夏コミの女王、有明の女王って言葉からそれは全ジャンルから選ばれるもので、そこにガクマスキャラが感をいただけるかどうかって話かと思ってたんだけど、実は女王ってジャンルごとにいるものだった？実態はどうか知らないけど、俺は女王って言うとカンコレのカシマが出てくる。全ジャンル相手に女王やってたレベルってなると欲しい渋谷詐欺沢くらい。そこに並べたら正真正銘の女王やね。一昨年のマドカとか実際はどうだったんだろうか。アイマス自体の勢いが落ちていた時期でもあったのでそこまでは届かなかった。エロ創作ステイ派やイナゴ嫌悪者は、ナチュラルに自分の趣味こそ正義であり、思考的に食わない趣味は見下すっていう傾向にあるから正義ずらしないでほしい。原作を大事にしてほしいのはわかるけどそこまで嫌うならそもそもおとなしく原作やってろって思う。だから俺はリナミの妹プレイを書いてくれる人を待ってる。ギャグでもか。イナゴはともかくガイドラインとか一般常識考えたらそもそも二次創作自体大体グレー、ブラックゾーンだからマサヨシもクソもないよ。そのはずなんだけどね。不思議といるんですよ。二次創作自体は許容するくせに自分が気に入らないとどうせ流行りに食いついただけのイナゴ原作愛なんてないって主張してさもマサヨシかのようにでかい顔する連中が。シャニはツイッターとここの知識しかないやつで石街で色同人買ってた身としては、ガクマスやって多分さお役の解釈の方に折り合いつける必要があるなこのコンテンツ、というのは思った。変な話だけどアイドル側が P に勢力向けるのは割と緩いとしても P がアイドルに勢力向ける場合は相当狭い門を潜らせる必要があるなと、まあそれはそれとして俺が離れるだけで良いからみんな好きに書けばいいんだけど。マサナオマオは最初見た時襲われるために作られたみたいな設定してるなと思った断層で王子様目指してるけど体格は良くなくてコンプ持ち人助けが趣味で格闘技をたしなんでる。普段は押さえつけてる隠れ巨乳、後押しに弱い、ただちゃんとプレイしないとわからないからエアプには興味持たれなそう。結局おっぱい大きいやつでしょ、ガクマスは無理だよ。上にもあるけどデレで最初に同人がドッと流行ったのはアンズで、その次はサチコだしな。最近の流行は確かにムッチリ系だけどそれを覆しつつあるのがヒロ。マドカとか別にでかくないからあんま関係ないと思うぞ。知らないのかもるぞ奴らはないなら増やせの精神。今回の動画、いかがでしたでしょうか。先日の深夜頃、梅実装の動画を投稿しました。この動画の投稿タイミング的に実装はされてますが、投稿者のモチベーションや今後の活動につながるので、視聴いただけると非常に幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。